はいどうもおい、楽しい趣向の時間ですよということで、できました。作ってる、まあ作ってるってほどのあれじゃないんで、それは撮ってないですけど、パワーアップです。パワーアップ、大パワーアップ。うわー、これ入れ方難しかったな。めちゃめちゃいい香りですよ。大パワー、あー軽すぎるな、白から。白いから。これほんと今日難しい。大パワーアップ、ビャンビャン麺。大パワーアップ、ビャンビャン麺です。これめちゃめちゃ楽しみ。買ってきちゃいましたよ。ビャンビャン麺。この時にしか使わない感じらしいですよ。あー楽しみ。いただきます。どこだ？三洋食品。史上最大級幅広め。それに大鶏もも肉2枚です。その前にこっちから行きます。いや楽しみ。はい。乾杯、乾杯、乾杯。いただきます。パン買ってきてサンドイッチ映画にしようかなとか、そういうのも思ったんですけど、これビャンビャンがいたから、うちに出番待ちしておるビャンビャンがいたから、今日はパワーアップでしょうと、パワーアップでしょうと。うんうんうん、こっちは塩コショウだけ。それでも十分美味しいし、これ周りにちょっとついただけでもう味が来てる。ビャンビャンの、うんうんうん、いいぞ。あ、すごい美味しい、すごい美味しい。ビャンビャンいい。見て、こんな太いんですよ、こんな太いんですよ、こんなぶっといんですよ。サムネにするちょうどいいのがない。できないな、できないな、できない。もういいや。あー、いい香り、めちゃめちゃいい香り。いただきます。うんうん、あ、ビャンビャンしてる。あ、辛い辛い辛い、ビャンビャンしてる、辛い辛い辛いって知らなかった。あ、辛いんだ、辛いんだわ。うんうん、すっごい美味しくなる、すっごい美味しくなる。この辛味ビャンビャンエキスで、この鶏が相当美味しくなる、相当いい。うんうんうん、うん、ああこれいいな。カップもいいけど本物食べてみたいな。どこ行ったら食べれるのかな、日本で。日本ではどこで食べれるんでしょうね、ビャンビャンは。ああ、いい辛味。いや、ほんといいな。まあ、最近カップ麺あんま食べなくなっちゃったけどね、食べなくなったけど、うん、久しぶりに食べるといいね。あー辛い辛い。このエキスを逃がさないように絡めてるんです今。
あーあーおいしい。あ、この鶏も皮をカリッと刺したんですよ。もう途中からそのカリッと感はなくなってるけど、最初感じたその変化も楽しみだからね。またいいでしょこれは。あ、元々の肉も入ってるね。元々の肉もパワーアップさせたあれじゃなくて僕が入れた。うん、あ、これまあ辛いな。肉自体辛い。肉自体が辛い。熱い。汗出てくるぐらいの辛さはあります。肉自体が辛い、これ。うん、もちろんこの唐辛子も辛いけど、この肉に花椒が塗り込まれてるんじゃないかい。そんな感じがするよ、これは。でもこれ鶏肉入れてほんと大正解や。めちゃめちゃ合います。うん、スパイシーベンバンエクス、鶏肉めちゃめちゃ合います。ああ、思ってた以上に辛かった。辛い、思ってた以上にというか、辛いと思って買ってなかったから。あ、ビャンビャンだからって買っただけだから。うん、ビャンビャン麺が辛いっていうのを知りました。ああ、ああ、ということで、初ビャンビャン麺。大鶏もも肉2枚でかなりパワーアップさせたやつ、大満足。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと。